ヒカルは日本の男性 YouTuber、歌手、実業家。兵庫県神崎郡市川町出身。本名、前田啓太。神崎高校卒業。音楽ユニット、アプストとのメンバー。エイベックスに所属。シバターやラファエルと炎上軍名義でも活動している。また、テンチムや宮迫博之といった他の YouTuber とも頻繁にコラボしている。髪の色が半分黒、半分金髪という独自のヘアスタイルや高速なマシンガントークが特徴とされる。ReZARDというアパレルブランドを創立している。音楽活動も盛んに行っており、過去には小島のブッテルとカルエックスピンという音楽ユニットを結成して活動していた。2021年には音楽活動を再開。Da-iCEの花村想太と共にアプストとを結成し、エイベックスからメジャーデビューを果たした。高校卒業後、地元の工場に勤めていたが、給料も安く、年功序列も厳しく、自分の意見を全く聞いてもらえない環境だった。また退職して行った社員への批判などパワハラがあったため退職した。その後、一般企業に研修の形で勤めた後、情報商材ビジネスを行っていた。2013年6月1日、チャンネル、ヒカルゲームズを開設。動画投稿を始めたのは人気が欲しかったためだとしている。2016年3月18日、チャンネル、ヒカルを開設。10月16日にチャンネル登録者数10万人達成し12月20日にはチャンネル登録者数百万人を達成した。2017年4月3日、兵庫県の春祭りで敵屋のくじを大量に買う動画を公開し、15万円分のくじを買っても当たりが出なかったことが話題となった。8月20日、YouTuber の柴田、ラファエルと炎上軍というユニットを結成した。2018年9月16日、音楽ユニット、カルエックスピンを結成。2018年12月27日、カルエックスピンを代表する曲といえる、俺たち金持ち YouTuber がリリースされた。2019年11月29日、アパレルブランドReZARDを創設。2020年1月、宮迫博之との YouTube 上でのコラボレーションを実施、話題となった。3月27日にカルエックスピンの解散を発表。5月4日、宮迫と共に出演したロコンドテレビ CM 復帰編30秒バージョンがテレビ東京で放送された。同60秒バージョンが動画で公開されている。2021年1月22日、音楽ユニットアプストとを結成し、エイベックスからメジャーデビュー。1月27日にデビューシングルの才能をリリース、メガボルトも公開された。2017年8月23日、バレで価値が上昇した自身の仮想株式を一気に売り出し、購入者が多くの含み損を抱える騒動が起きた。9月4日、バレに関する一連の騒動の責任を取り、株式会社バス執行役員の辞任、無期限活動休止などを発表した。その後、11月に活動を再開した。公式動画、ありがとうございます。